集中力の高め方とかありましたら教えてください。とにかく、トートロジーみたいな、集中するって言いかけたんですけど、全然答えになってなかった。メリハリをつける。自分で、例えば一般的には時間ベースで何時間やるぞっていうよりかは、タスクベースでね、物事を考えた方がいいんですけど、トゥードゥーリストとか作る場合もね。ただ、そこをメリハリをつけるっていう意味で時間を測って、何分以内に終わらせるっていう風にタイマーとかを置きながらやると、締め切り効果もあって間に合わせなきゃっていう気持ちで集中力が高まりますね。時間が来た場合に休んでいいんですよ。てか休むのが普通なので。ただ休む時もまたタイマー測って、じゃあ5分だけ休むみたいな感じで、しっかりと時間管理のもとでタスクベースで物事を取り組むといいかなと思います。